にはお金が必要だからって。雨の日も風の日も坂道でもぬかるみでもずっと屋台を引いてきたんだよ。ゲーム機くらいしか重たいものを持たなかったドロシーが。もういいだろ。ドロシーだってシオンに再会して喧嘩なんて本当はしたくないはず。私知ってるよ。シオンにずっと会えなくてドロシーが夜中に一人で泣いてたの。ドロシー、グズグズするな。ライブをするぞ。わあ、ライブライブ。